厚田電気機,機動株式会社は、かつて愛知県名古屋市において路面電車を運営していた企業である。山田再吉などの地元有志が集まって埋め立て地への路線布設を目指し特許を受けた後、1910年4月に会社が設立された。厚田神戸京都東、月時間の路線は会社設立の3ヶ月後の1910年7月に営業を開始した。 軌道は、堀川東側の堤防上に付設された。1912年9月には、新堀川を渡る、厚田天馬町厚田神戸共頭館が開業し、厚田天馬町東、月時間3キロメートル余りの路線となった。厚田天馬町では、名古屋電気鉄道厚田線と愛知電気、鉄道と小目線に接続した。しかし、 厚田天満町までの開業間もない1912年9月23日、台風の直撃によって厚田に高潮が流れ込み、変電所が使用不可能になるという被害を受けた。この時は名古屋電気鉄道の変電所を借りることで急場をしのいでいる。沿線がほとんど開発されていない地域であったことから、経営は厳しく、会社では水族館や遊園地、 海水浴場の運営なども図るなどをして、増収に努めた。それでも、無敗の決算が続いたため、愛知県知事が、名古屋電気鉄道への合併を圧戦する。右与曲折があったが、名古屋電気鉄道の常務であった、加藤の富之助が、厚田電気機動の株主となっていた縁もあり、1919年4月に、九州合併が成立、機動線は、 名古屋電気鉄道の路線に組み込まれた。名古屋電気鉄道に九州合併されてから3年が経った1922年8月、名古屋電気鉄道は名古屋市電気局に事業を譲渡したため、熱田電気軌道が付設した区間も名古屋市電の一部となった。市営火事、旧熱田電気軌道線は熱田線の一部とされたが、その後東、築地線に解消された。 市営以降の旧厚田電気機,機動線は、1940年5月に、並走路線が開通した内田橋南洋、建前間が廃止されたが、残る厚田天馬町、内田橋間は、市電全廃を間近に控えた1974年2月16日まで、存続した。厚田天馬町厚田神戸京都明治神殿、紀北橋缶詰会社運河遊園地東、築地厚田神戸京都停留場、 東月時停留場の解消時期は大正初期。1910年に地元厚田の日本車両製造で製造された車両を使用していた。車両番号10号から13号までの4両で、木造で、運転台に窓ガラスはあるが、側面のドアがない形態の単車であった。台車はブラッシュ製。定員は34人。名古屋電気鉄道への合併後の動向は不明。 ありがとうございます。